去年10月、JR が行った貨客混載の実験です。山陰を夕方出発し、翌朝京阪神に着くウエストエクスプレス銀河で山陰の特産品を運び、大阪駅で販売したところ好評でした。新幹線などでも同様の実験が行われています。キュウリが15本、はい、それから長芋1本。松江市の青果卸業者、野菜や果物などを箱に詰めていきます。本当に少量多品種っていう感じですね。そうですね、やっぱりお客様がその日に必要なほど必要な数だけ注文してくださるので、極力ロスの出ないように。この箱は出雲市内の居酒屋からの注文品で、これから一畑電車に乗せて届けます。電車で運ぶのは、こちらのお客様はだいたい4箱から5箱で、他のお客様は2箱前後ですね。そうですね、間違いなく必ず同じ時間に到着するので、お客様も駅に出てもらう手間はかかるんですけども。一畑電車にはかつて貨物列車もありましたが、半世紀ほど前に廃止。しかし映画にもなったバタデンこと出羽に五十景は、荷物室を備えるなど荷物の取り扱いは続いていました。中脇さんが電車を使って商品を送る理由には、新型コロナ対策もあります。昨年の10月までは自社便で走っとったんですけども、人手不足ということもあるし、あと、コロナの感染の、対策の一環として極力、非接触型ということで電車を利用するようになりました。この店では全体の1割にあたるおよそ10件分を電車輸送に切り替えました。メリットはやっぱり定時に届く、毎日定時に届くということがメリットで、デメリットは温度管理がやっぱりちょっと心配かなと思います。結局、人件費であったりとかガソリン代であったりとか、そういう車両費、人件費の削減にもつながっていると思います。従来通り自動車輸送も併用していますが、少ないスタッフで対応できるようになりました。野菜を詰めた箱は松江新宿温泉駅に持ち込まれ、スタッフが料金を支払い電車に乗せられます。車両によって違うんですけど、7000系の場合はこちらに中間車の空いてるところに乗けます。駅員の、仕事ですね。はい、出発進行、停止、停止、発車。電車は一路電鉄出雲市駅へ。1時間で到着。駅員が電車から箱を下ろして事務室に運びました。しばらくすると店の人が受け取りに来ます。つばめ屋ですが、荷物を取りに箱を車に乗せ替え店に運びます。いや、本当に非常にいつも新鮮な野菜を届けていただいて大変助かってます。箱を開けると野菜はみずみずしいまま、卵も割れていません。普段、スーパーで買い物に回って、量が多いときはピッキングしてそれを全部車に積んでお店まで運ぶんで、その時間を考えたらメリットは大きいのかなと思いますね。はい、そうですね、必ず帝国に届くので非常に便利だと思ってます。貨客混載は一畑電車にとって増収になっているといいます。
金額的に大きく膨らんだってわけではないんですけれども、ただ実態としましては手こ荷物の、輸送実績が、ほぼ倍になったと。手こ荷物部門の昨年度1年間の収入は43万円余りでしたが、今年度それを上回るのは確実とのこと。一時はトラック輸送に押された鉄道の荷物輸送、人手不足に新型コロナも加わり、貨客混載という形で改めて脚光を浴びそうです。